ありがとうございます。本日はですね、今から、長居公園ヤンマースタジアムの方に成功グランプリを見に行きたいなというふうに思います。なので初めて陸上観戦をしに行きたいなと思います。行きます。棒高跳びの日本代表の矢本選手に来てもらってます。よろしくお願いします。お願いしますでですね、まあその矢本選手に来てもらってるのは実は米蔵の友達で来てもらってて、で今こうお会いさせてもらってるっていう感じになってるんですけど、まあ、ちょっと短い時間ですけど撮らせてもらおうかなというふうに思ってます。で現在がロンドンでリオで日本代表でやってはって、で次東京オリンピックを目指して棒高跳びでやってはるっていう感じになるんですけど、記録は 5m77 ですかね、はい、大体そのどれぐらいの記録なんですかね。 5m77 っていう高さって僕らあんまイメージわかんないんで、大体わかりやすく言うと、もう本当に街にある信号機が 5m の高さになってるんで、それよりも大体 70cm 高いところを飛んでるっていうイメージ。なんとか町とかあるじゃん、看板ちっちゃい、はいはい、もうあれを蹴り飛ばすぐらいだね。あれを超えることはできないかもしれないけど、蹴り飛ばすことはできるかもしれない。でもそのさっきちらっとまあお話聞かせてもらった時に、その棒高跳びを飛ぶまでにその飛ぶ練習で1年ぐらいかかりましたね。僕はあの 棒高跳びの練習をし始めて、棒が曲がるまでに1年はかかりました。僕は言うたら地道な作業なわけで、それはどういうモチベーションでできてたのかなと思うんですけど、やっぱり僕が初めてその棒高跳びを生で見た時、高校の先輩の姿を見た時に、実際にこう棒を曲げて高いバーを越えて、もうその一瞬で僕は心を奪われちゃったんで、なるほどなるほど、めちゃくちゃかっこいいなっていう、で僕もそういう風になりたいなっていう思いがもうモチベーションでしたね。まあ、自分の中で頭でイメージがあって、それをじゃあやろうっていうので1年間頑張れたっていうところ。そうですそうです。ちなみにその棒高跳びの棒ってそのたまに折れたりとかすることってあると思うんですけど、はいはい、ポキンって折れちゃうって感じですかね。そうです、素材が昔は竹だったんですよ。棒高跳びの棒が日本の竹が世界にこうやって渡って、それが競技で使われてたんですけど、今はグラスファイバーっていう素材か、カーボンっていう素材が使われてる、言われてて繊細な素材なんですけど、ちょっとこう傷がついたりとかどっかぶつけてしまったりとか、そういうことがあるともう衝撃に弱いんで、一瞬でポキッて折れて、そしたらそれこそ取り扱いが結構難しい感じですね。なので試合の時はよく水道工事とかで使ってる黒いケースあるじゃないですか。はい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 、パイプみたいな。そうです、直径25センチぐらいの、うん、あれに入れて持ち運びです。ちなみにその時の持っていく本数とかってどれぐらい大体持っていきはるとかってあるんですか。大体こうおそらく皆さんは1本しか持っていってないっていうふうに思う方が多いと思うんですけど、僕で8本持ってきます、試合に。なるほど。そしてその8本は、使わないやつももちろんあるっていうことですね。そうですね、試合の天候であったり自分のコンディションによって使い分けてるんで、もう調子が悪い時からいい時までのその一本一本硬さが違うんで、その日の体調によって棒を使い分けてるんで、もちろん使わない棒もあります。
そのちなみに山本選手がその今やってはるみたいに自分の調子がいい悪いって自分のことを知るのって一番難しいと思うんですけど、はい、どういうふうにして自分をこう理解していったり自分の特性を感じていってはるんかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり毎日毎日こう自分のコンディションと、うん、体調と会話をしながら練習をしてるんで、うん、1週間のメニューを組み立ててそれ通りにやるんじゃなくて、うん、毎日こう自分の体と相談しながら練習を組み立ててるんで、なるほどなるほど、まあ、そこは日々勉強なんですけど、うん、まだ僕も全てが分かってるわけではないんで、うん、あれなんですけど、まあ、でも実際ねそうやってこう毎日自問自答することで自分が分かってきて、で、まあ、実際去年2018年アジアチャンピオンになってはるわけで、はい、まあ、2大会連続オリンピック出てはるし、なおかつまあ今後 の、 その東京オリンピックももちろん視野に入れて活動されてるんですけど、その日本代表にまあこうなるにはどうやっていったら なれるっていうか、どういう過程の結果なっていったんかなっていう、はい、まず毎年大きな大会があるんですけど、例えば世界陸上オリンピックに出場するためにまず参加するために必要な記録を突破しなければいけない。棒高跳びってやったら大体5メートル70センチの記録が設けられてて、その記録を突破した、なおかつ6月の末に毎年日本選手権という大会があるんですけど、そこで結果をしっかり残さないと代表には選ばれないっていう選考になってます。そしたら6月に絶対結果を出さんと、どんだけ知名度があっても落ちる可能性はある。あります。練習しない日ある？練習しない日は週に2日休みを取ってるんで、もうその日はもう一切、全くトレーニングもせずにっていうことですか？そうです。なるほど。やっぱり結局こうやって聞いたらオンとオフが大事だよな。しっかりスイッチを切り替えれてるから。棒高跳びも競技時間って結構長いんですよ。平気で4時間5時間やる種目なんで、その中で実際に飛んでるのって多分5分もないですね。5分もないんで、まあ、ほとんどはもう準備の時間、自分の出番が来るまでの準備の時間で、自分の番が来たらピットに立ってもう気持ちを切り替えて飛んで、で飛び終わったらもう気持ちを一回落ち着かせてっていうのが大事なんで、もう特に棒高跳び、まあ、どのスポーツもそうかもしれないですけど、オンとオフはもうしっかりできるようにっていうのは心がけてますね。ちょっと想像できないんで、そのかけ離れてるっていうか、普通の多分見てくれてる方が多いと思うんですけど、日本代表を背負った時の代表で選ばれましたっていうのと、その重みというかっていうのって、まあ、どんな感じなんですか？すごい嬉しいですよ、やっぱり。嬉しいけど、その反面やっぱりプレッシャーっていうのはどうしてもついてくるんで、まあ、プレッシャーとの戦いもありますけど、それよりも家族だったり、まあ、チームメイトだったり、いろんなこう方々が応援してくれてる、でましてや自分の知らない人も応援してくれてるので、やっぱりそれはすごく応援の力っていうのは大きなものだなっていうのは感じますね。でですね、その最後にそのまあ僕のチャンネルって40代とか30代の方多いんですけど、まあ、その中でも僕の教え子の子供らが見てたりすることもあるんで、なんかまあこういうこと頑張っていったらいいんちゃうかなとか、あ僕はこういうこと頑張ってたよっていうのをその日本代表の山本選手からなんか言ってもらいたいなと思うんですけど、なんか最後に一言お願いします。そうですね、まずは僕も棒高跳びを始めたきっかけっていうのは、その高校の先生に勧められて始めたんですけど、自分の好きなことにの出会いはどういうきっかけであっても僕はいいと思ってて、まあ、その中で自分がこう本当にその好きなことに対してどれだけ夢中になれるか、どれだけ楽しくやれるかっていうのが僕にとってはすごく大事だなっていうふうに思ってて、こう自分の好きなことって頑張れるじゃないですか、やっぱりいろいろこうどういう風にしたらこう上手くなるのか、どういう風にしたらもっと良くなるのかっていうのはやっぱり考えてやっていくと思うんで、まずはこう好きなことをもう夢中に頑張っていけば、まあ、その先がこうその時やってたことじゃないかもしれないけど、その後に絶対に繋がると思うんで、まずはこう自分がやってることに対して
もう夢中にがむしゃらに楽しくやってほしいなっていうふうに思います。さあ、女子走り幅跳び第6回目の跳躍が現在行われております。これから行われる跳躍、オーストラリアのストラットン、これまで6メートル54分で現在第1位、先ほど6回目に、柴田工業の旗が6メートル42分さあ、男子棒高跳び山本くん5メートル71回目です。今日はあの合計6本ですかね。どんな感じですか。いや、物足りないです。今日はちょっと不甲斐ない結果で終わっちゃったんで、物足りないですけど、まあ、こうやって実際に生で見てもらえたんで、トラック競技は男子 800m 競争が行われます。次はちなみにいつ大会とか試合とか。次は5月の30日にストックホルムで試合がある。あ、じゃあスウェーデンで、そうです。じゃあそこに向けて頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。昨年はこの大会で優勝した。はい、それではですね、最後、山本選手にも映ってもらって、山本選手のお母さんもいてはったんですけど、お母さんにはようちょっとオファーはできなかったんですけど、まあ、まず山本選手だけ出てもらって、まあ、ご本人も言ってはったんですけど、なんか不甲斐ないって言ってはったんですけど、まあ、次の大会がもうスウェーデンであるってことだったんで、もうそっちに向けて頑張っていきますって言ってはったんで、まあ、僕は見習ってオフィスと、自宅の行き帰りだけですが、ストイックに頑張りたいなというふうに思いました。ではですね、まあ、これ以上の言葉はもう僕には見つからないので、ここで今日は動画終わりにしたいなというふうに思います。では、見てもらってありがとうございました。